今日はオムライスを作りたいと思います。なんかオムライスっていうとふわふわみたいなオムライスが主流ですけど、僕はもう昔ながらのやつが好きやねんな。硬い感じのあれがめちゃめちゃ好きで、なんか逆にあれの方が減ってて、なんか寂しいエモーショナルななんか気持ちになってしまいますね。早速作っていきましょう。用意するものは鶏胸肉です。もも肉でもジューシーで美味しいんですけど、今日はちょっとあえてあの胸肉の方、使ってます。はい、用意してください。オニオン、これオニオンね、アッシェしてます。で、なんか噂で聞いたんですけど、オニオンをアッシェしてる時に涙出るみたいなこと聞いたんですけど、俺出たことなくて、そのほんまにそれなくて、あれどういう感じで出てんのかなと思って、そう、なんか満月を見上げてる人を見ると涙出るんですけどなんか昨日満月やったから、満月自体を見るというか満月を見てる人を見て涙したんですけど、そんなんは意味わかるけど、なんかアッシェして涙出るっていうのがちょっと意味わからなくて、ちょっとまた情報求む。牛楽用意してください。こちらライパンの方ですね、こちら、エクストラバージンオリーブオイル、入れてください。ここにソルト、入れてください。今日は、ヒマラヤのガンソルト、入れます。ホワイトカラーになってきたら、オニオン。本来ここにですね、ピーマンやらコーンやらグリーンピースやら入れるんですけど、僕はねあえてねこの2品で勝負してます。これはもうそのなんでしょう、ミニマリスト的考え方やね、うん、その減らすというか味に集中したいから純度を高く保ちたいから具材を少なくしてます。完全にミニマリストの考え方やね。ケチャップ、用意してください。ケチャップをここに入れます。ここに。本来卵の上でハート描くんですけど、もうここで描いちゃいます。これどうせ崩れるけど愛情っていう意味、こういうのは伝わるから後々聞いてきます。これはこれやってなかったなってなるから、もしやってなかった場合、やっててよかったってなるから、やった場合は。ここが醍醐味、エッグス、用意してください。で、普通はボウル使ってやること多いと思うんですけど、なんかこれ面積狭いからね、こう混ぜやすい。そう、これはもう民でも音だけでわかんねえな、どんだけ混ざってるかっていうのはね。、うん、これは熟練された技術やからね、なかなか難しいんですけど、自分の中では音変わってるっていうのがわかります、これ、うん、はい、もちろん。ふわふわにする場合、キャチカ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 ってやるんですけど、今日は昔ながらのやつなんで、もうあまり触りません。形整えて、理想はね、テレビジョンの時に芸能人が手に持ってるやつみたいな形にすんのが理想です。ちょっとあれやね、火入りすぎ
ってるけど、これがいいよね。これはこれでありやね。固く包んであげるみたいな感じやね。ふわふわのなよなよした感じじゃなくて、こうガチッとこう包み込んであげる俺みたいな感じですよね。黄色いキャンバスに絵を描くようにこう、ね、え、なんか上手くないこれ。絶対言われるわ、なんか岡ちゃんなんか上手くないみたいな。絶対言われるこれ。え、なんか上手いわ。綺麗に整地して、こう半身園芸みたいにね、こう綺麗に整地してください。え、なんか上手くないこれ。すごっ。岡ちゃんこれ半身園芸じゃんって言われるよこれ。すごい綺麗に整地できた。半身園芸じゃないみたいな言われるぐらいの完成です。いただきます。うん、ベリーうまば。いや、素晴らしいね。うん、めちゃくちゃうまい。だから今はふわふわやけど、また近い未来こっちがいいみたいな未来が来ると思うねんな俺。これほんま吉田美美はオムライ予想図2やね。私を下ろした後、角を曲がる馬で美美を来ると、いつもブレーキランプ5回点滅、オムライスのサイン。やな、ほんま確実にそうやろ。これほんまにそう。ほんまにうまいし、ええ味、うまんつええ味、バンドええ味、ゆで卵でした。ゆで卵先生、岡田ちょっとボール買ってきてって言って、あれどんくらいのやつ買ったらいいですかって聞いたら、あのこんくらいのやつやって言ってましたけど、そのジェスチャーないとわかんないですよ。そのこんくらいか、こんくらいか、ちょっとあのちゃんとしてください。ごちそうさまでした。